ちょっと寄り道してます。ここにビール、コーヒーをお供えしてますけども、これは何だろう。ちょっと行く道中にあったんで寄ってみ、あ、お地蔵さんが祀られてますね。ちょっと暗いですけど、ビールをお供えされてますけども、何なんでしょうか。これはこちらにですね、荒切岩っていう岩があって、武士がですね、潜伏してた場所があるんですけども、あ、ここですね。ちょっと霧がかなり濃いですが。で、ここから車で5分ぐらい走ったところに、毛利元就の墓所があったりですね。あと、ここら辺、古戦場跡がたくさんあったり、まあ、そんな場所になります。で、この岩ですね、知ってか知らずか。この岩に足をかけた方が後に足を大怪我したとかっていう話があったりですね。ここに荒切岩と書いてます。で、この由来なんですけども、ちょっとここに書かれてますけど、で、この国道沿いにですね、あとは鹿戸美人に注意っていう看板があるらしいんですけども、もしかしたらもうないかもしれませんが、昔美人の女性の霊が頻繁に目撃されてたみたいで、車で走ってるとすごい形相した女性がですね、現れるとか言って。で、まあお祓いはそれでしたみたいなんですけども、赤い鳥居と、なんか岩を祀ってるみたいなので、ちょっとそちらに向かっていきたいと思います。はい、到着しました。こちらはですね、まあ、今はないみたいですけどね、ちょっと探したんですけど、以前鹿戸美女に注意っていう看板があったようで、女性の霊が、すごい形相した女性の霊が頻繁に目撃されて、で、まあ、こんな形でお祓いをして、このようになってるんですけども、で、その女性がなんでここに現れてたのか、ちょっとね、わからないんですね。ただすごい形相をしてたっていうことなので、何か恨みがあったのか。で、あとこの付近ですね、古戦場跡が、あったりするんで、当時その、切り殺された女性の霊なのか、もしくはここ峠なので、事故で亡くなった方、もしくは、まあ、峠といったらね、事件の現場になっちゃったりするんで、ここで殺されて遺棄された方の霊なのか、わかりませんけども、ちょっと異様な感じですね。ちょっと近寄るのが怖いですね。なんか大きさ的にはですね、2メーターちょいぐらいですけども。で、ここの国道沿いにですね、これと同じものがあと5個ぐらいあるんですけども、それがなぜなのかちょっとね、今度時間がある時にゆっくり調べてまたお伝えできたらと思うんですけども、同じ例があちこちで出てたのか、もしくは本当古戦場があちこちにあるんで、当時切り殺された武士の例が
ってるからなのかちょっとわかりませんけども、ような感じですね。怖いですね、近寄るのが。お、鹿か。そうですね、あの鹿と美女に注意。女性の方おられませんかね。誰もおられませんか。誰かおられませんかね、ここに。おられたら何でもいいんで喋ってみてください。ここの国道沿いにですね、これと同じものがあと5個ぐらいあるんですけども、それがなぜなのかちょっとね、今度時間があるときにゆっくり調べてまたお伝えできたらと思うんですけども、うん、ここは3つ目ですね。ここも不気味ですけど、これが3つ目です。何なんでしょうね。なんか今うって聞こえましたね。なんか声が聞こえたけど気のせいかな。あ、また聞こえた。え、拾えてるかな。
声にかぶって変な声が聞こえたぞ今。けど気のせいかな。あ、また聞こえた。え、拾えてるかな。声にかぶって変な声が聞こえたぞ今。うわ、やっぱなんか聞こえる。え、怖い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 。こんなね、霜が降りてるのにカエルなんかいるわけないしな。え、なんか聞こえたぞ。怖い怖い怖い。マジか。これが3つ目です。何なんでしょうね。なんか今、うって聞こえましたね。聞こえたけど気のせいかな。あ、また聞こえた。うわ、やっぱ。うわ、やっぱなんか聞こえる。え、怖い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 。これが4つ目ですね。もう同じ作りしてますんで、なんか出てたんでしょうか、ここでも。鹿があちこちで走ってますけど、字がね、読めたらいいんですけども、字がね、風化して読めないんですよね、これ。何なんでしょうか。なんか聞こえた気がしたけど気のせいかな。どうもね、あの不法投棄する場所に赤い鳥があったりするんです。これどうも違うっぽくて、やっぱこう岩とか置いてあったり、一番最初のあの女性の霊をお祓いした場所と同じ作りなので、ここも何かあったのかな、幽霊が出るのか。4つ目です。これが5個目ですね。うわ、何が書かれてるんだこれ。ちょっと全くわからないですね。聞いてみたいんですけどね、近所の人に。ちょっと探しながら来たんですけど、やっぱりね、鹿と美人に注意っていう看板がちょっとわからなくて、皆さんありがとうございました。またよろしくお願いします。